おはようございます。一斉フィールドスタッフの佐藤良樹です。今回は秋の大江川にやってきました。秋といってもですね、まだ最高気温が30度を超えるような残暑が続いていて、夏っぽいバスが多くいるんですけど、秋を先取りしているバスも結構出てきたので、それをうまく釣り分けながら今日一日大江川で楽しんでいけたらなと思います。今回もよろしくお願いします。朝一のポイントなんですけど、結構上流域の方にやってきました。まずシズミムシ、表層でイナコだったりエビを演出するように引いていきたいと思います。シズミムシの表層の使い方、僕なりなんですけど、イメージとしては本当ボイルしているエビ、イナコをイメージして使ってます。で、普通にまっすぐ引いてくるだけでもいいんですけど、自分はシェイク引きをしてドッグウォークするようにまずこれ引いてます。クイの横を通した瞬間、うわ、食った、おっしゃ、食った食った食った、おかわいいサイズが出てくれた、よっしゃー。めっちゃかわいいサイズですけど、朝一シズミムシの表層引きで釣れました。サイズは 2.2 インチですね。でお尻に 0.45g 軽いちょっとネイル進化を入れてます。一応シズミムシのこの表層引きなんですけど、基本的には早合わせ厳禁です。細いラインを使ってて合わせ切れしちゃうっていうこともありますし、どうしてもオフセットなんであまり乗らないことが、結構トップウォータークラブに比べると乗らないことが多々あるんですけど、まあ1秒2秒待ってからゆっくりスイープにキングしてあげるっていうことが、まあバイト出た時のコツかなと思います。よし出た、よし出た出た出た、シズミムシいいぞ、よいしょやっぱゆっくりゆっくり表層を引くっていうよりもちょっとドッグウォーク気味でちょんちょんさせながら誘ったら来ました。今日楽しい回かもしれん。来た、よっしゃー来た、よいしょサイズ上がった。シズミムシの表層引き、よっしゃー来た、よっしゃ出た、よっしゃー、シズミムシで4匹目。朝からめちゃくちゃ調子いいですね。移動してきました。ここは最下流になります。大江川のさっきは最上流だったんですけど、一気に下ってきました。でここは沖のハードボトムだったり、まあ、沖で泳いでいるバスを釣っていこうかなと思って、シズミムシの 2.2、 今回ボトムをズルズルしていきたいんで 0.9g をお尻に入れてます。シズミムシトップウォーターで引く表層引きとボトムを引くズル引きのセッティングの違いを説明します。針は同じ10を使ってます。表層でもボトムでも10です。でネイルシンカーだけが違くて、ネイルシンカーはボトムをズル引きするときは 0.9g がお尻に入ってて、表層引くときは 0.45、 表層引きたいに軽めを入れてます。ゆっくりカーブホールさせてボトムに今ついたんですけど、それでもちょっと待つ。あんまり早くボトムもズルズルしすぎてもダメですし、食わせの間を持たせすぎてもラインの存在とか違和感に気づいて無視しちゃう。適度なスピードで引いてくるのがこのボトムをズル引きする時のコツです。食った、食いました、よっしゃ、沈み虫、よしよしよし、来た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 、よいしょよいしょ来ました、沈み虫で、今度はしっかり沈めてボトムをズルズルズルとしてからコーンだとか、ナイスバックです。チャーシューメン、
よっしゃ、また来た。ちょっと落差あるんでネットでいいにします。よっしゃ、入った。シジミムシまた釣れました。やった。上顎がっぽり。やっぱりスイープに合わせるのがコツですね。沖でかけるとき、細いラインを使うときは特に。イエイ。はい、やってきました。昼一ですね。昼からも頑張りたいと思うんですけど、だいぶ日も上がってきたんで、こういった橋のシェードとか、ハードボトムを狙っていきたいなと思います。ダニーの 1.5g スプリットショット、リーダーは僕的には 30cm ぐらい取ってます。 できるだけダニーをゆっくりボールで使いたいので、長めにリーダー取って、飛距離はどうしても沈み節とかには劣っちゃうんですけど、その分アピール力が強いワームになってるんで、すごいおすすめです。ダニーも基本はズル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 で、シンカーで何かに引っかかったら、その後にダニーが何かに引っかかるんで、そこはよく注意してやってもらったらいいバイトにつながるはずです。だいぶ日も上がってきたし、バスも暑いって言って、この日陰の中に溜まってそうな感じしますけどね。僕だったら絶対あの辺にいますけどね。あそこでじーっとしてあっちって言いながら、目の前に餌が来たら食いに行こうってぐらいで。あ、食った。よっしゃ、昼一発目来た。おお、まあまあいいサイズなんじゃないか。スプリットショット、やっぱハードボトムでしたね。うわ、いいサイズいいサイズ。よっしゃダニーのスプリットショット、これいいっすね。いいバス、調子いい。今日やった。沈み虫 2.2 の 0.9g をお尻に入れてます。あ、食った。食った。あ、ギルか。あ、ギルだ、ギルだ多分。いきますよ。わ、バスやん。わ、しかも結構でかい。いいサイズかもしれない。おっしゃ、でかいでかいでかい。おー、でかいでかいでかい。これは40あるぞ。今日大活躍しずみ虫。よっしゃー、入ったー来ました、またしずみ虫。いやー、これは長い、いいサイズ。今日最大じゃないですか。8本目やりました。めっちゃ高い、ちっちゃかったけどな。トゥン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 みたいな。あ、来た。やった、来た。これ食ったわ。おっしゃー、よっ。あー、ごめん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 。よっしゃ、あくそー、バラすっていうシーンまで撮れたか、撮ってしまった。完璧じゃん。ダニーの 5g フリーリグ、これで沖のハードボトムズルズルしていきたいと思います。あ、食った。食った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 。よっしゃ。よし、ダニーのフリーディングできた。よし、これは抜ける。抜こう。よっしゃー、来たー。ダニーできた。やった。最後、フリーディングです。さっきに釣れたダニーの
フリーリーグなんですけど、ダニーのフリーリーグこれ 5g 使ってて、スプリットショットとか沈み虫よりもやっぱどうしても引っかかりやすいですけど、その分外した時に砂ぼこりだったり結構立てることができるんで、それを使ってプンって外した瞬間待ちの時間長くするで、砂ぼこりだったりそういうのが落ち着くまで放置すると結構釣れることがあるんで、あ、これそうだ、あ、来てる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 、10匹目来たかもしれない、ん違うか、はい、来てますわ、よっしゃ来た、やった、ダニー連発、来た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 、やったやったやったよし来い、やったなんとかこれで10匹目かな、可愛いサイズですけど来てくれました、やった、素晴らしい、この根がかりいいな、シェイクしてボワン、ズルズルズル、ボワン、うわ来た、これ食ったっすよ、よっしゃまた来た、これちょっといいサイズじゃないか、よっしゃよしやったダニー、あやばい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 、なんか変なのに絡まった、ネット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 、よっしゃまた来ました、ダニーのフリーリグ、夕方ハマってますね、いい魚、お腹も結構筋肉質、やった。お疲れ様でした。今回の大江川は朝市上流に行って、イナコの多いエリアでシズミムシの競争引きをして、たくさんバスを釣ることができて、ちょっと風が出てきたので、その時はシズミムシを今度は沈ませて、ボトムをズル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 引きして沖のブレイクで釣ってきたという感じで、たまにダニーをスプリットショットとフリーリグをうまく使い分けて今回爆釣することができました。これが放送する時にもですね、多分まだまだ競争で出たりとか沖で全然釣れる時期だと思うので、皆さんも楽しんでみてください。今日はお疲れ様でした、ありがとうございました。